松山市立図書館は愛媛県松山市にある公共図書館の総称。松山市総合コミュニティセンター内にある松山市立中央図書館、松山市立三戸浜図書館、松山市立北条図書館、松山市立中島図書館の4図書館と移動図書館からなる。2017年8月1日には Facebook アカウントを開設したビブリオバトルを推進しており、 2020年にはビブリアバトル・オブ・ザ・イヤー2020を受賞した。2020年11月には松山市の姉妹都市であるドイツ・フライブルク市から寄贈された公衆電話ボックスが図書館助手席本リサイクルボックスとして設置された。松山市立三戸浜図書館松山市には愛媛県立図書館があり、長らく松山市立図書館という建物は存在しなかった。 1973年11月、松山市は移動図書館、椿1号の巡回を開始した。1980年には、松山市総合コミュニティセンターの中に、松山市立の図書館を設置することが決定され、1987年4月に、松山市立中央図書館が開館した。松山市外地では、初となる市立図書館である。一部業務を、 図書館流通センターに委託している。1924年12月、温泉郡三戸浜城に皇太子、広人新能の成婚を記念した、三戸浜町立図書館として開館した。1940年8月に、三戸浜城が松山市に編入されたことで、松山市立三戸浜図書館に改称した。1994年4月、現在の場所に新館が開館した。 1988年4月、北条市に北条市立図書館として開館した。2005年1月に北条市が松山市に編入されたことで、松山市立北条図書館に改称した。2000年4月、風早郡中島町に中島町立図書館として開館した。2005年1月に中島町が松山,が松山市に編入されたことで、 松山市立中島図書館に改称した。松山市中島総合文化センター内にある。1973年に移動図書館社、椿号の運行を開始した。現在市内4台が巡回している。ありがとうございます。